さあ始まりました、ステーキ大食いバトルロイヤル。 300g のお肉が長めの報告ぐらいの時間で消えていきました。まあ、よくねネットでは歴代大食いファイター誰が最強なのか論争みたいなのがあるんですけど、まあ、当然ね活躍した世代も違いますし、まあ、ルールや環境もね今と昔じゃ全然違いますんで、こんなんね普通の人から見たらね怪奇現象でしょう。サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス杉でございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。そして今回ガオにスポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、スポンサードありがとうございます。これからもフードファイト業界を盛り上げるべく、皆様に楽しんでいただける動画を制作していきたいと思っております。今後の活動についてですが、フードバトルクラブのような規模の大きい大会をこれからもどんどん開催していきたいと思っております。その中でぜひご協賛していただけるスポンサー様を募集しております。もしご興味のある方は概要欄にありますメールアドレスにご連絡ください。改めまして、今回スポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、本当にありがとうございます。そして私事ではございますが、この度なんと2回目の植毛手術を受けることになりました。詳しくは概要欄にあります URL から飛んでみてください。以上、皆様へのご報告でした。大丈夫ですか。もうすいません、ごめんなさい、ガチッと入っちゃった。ステーキ対決、制限時間10分、5秒前5、4、3、2、1、始め。さあ始まりました、ステーキ大食いバトルロイヤルです。ルールは非常にシンプル、制限時間10分以内に1皿 300g あるステーキをより多く食べた人が勝利です。まあ、これまでのガオっていうのは早食い対決を除き、すべてチーム戦で、まあ、個人によってね食べる食材や時間が異なったりするなど何らかのギミックがあったんですけど、まあ、今回はね参加者全員が個人で競い合うバトルロイヤル形式、まあ、さらにギミックなしなんで、本当にね各個人の実力がそのまま結果に反映される戦いになりそうです。さあ、そうこう言っている間にドラコさんが一皿目を完食。ラップタイムは約40秒、 300g のお肉が長めの報告ぐらいの時間で消えていきました。そしてドラコさんに続きマックスさん、そしてゾウさんも続きます。まあ、ちなみに今回のお肉はなんとサーロイン様、まあ、さらにね低温調理で柔らかくしてあり、カットもあらかじめされてるんで、まあ、お肉にしてはね比較的食べやすい方ではあるんですけど、まあ、それでもやはりただただ口に運んで飲めばいいおなじみのラーメンやカレーとかと比べるとある程度の大きさがあって、まあ、咀嚼や演技が必要な分難しい食材になってきそうですね。さあ、そしてねこの時点で約1分30秒が経過。キング山本選手も一皿を完食に、全員が一皿出揃った状態となりました。って言ってる間にねマックスさんとドラコさんが2皿目完食されましたね。1分40秒、とんでもないタイム。そしてゾウさんもまたまた続きます。まあ、序盤のトップ争いはこの3名がねしのぎを削っている状態ですね。キング山本さんと丁寧木下さんは後ろで様子を伺っている状態なんですけども、制限時間が今回ね10分と短めなんで、これ以上差をつくのは避けたいところです。そういやね先ほどルールは非常にオーソドックスと申し上げたんですけど、まあ、出場者の方はね今までにない組み合わせですよね。まあ、丁寧木下さん、キング山本さん、川ザイルさん、マックス鈴木さん、ドラコさん、ゾウさんと綺麗に世代が分かれてつながっています。まあ、ここまでね広い世代にわたって集まってフードファイターが対決する様子は今までのテレビでもなかなか見られなかった光景じゃないでしょうか。まあ、私シノケンもねゾウさんとは同世代ですけど、まあ、丁寧木下さんとかねキング山本さんがガチンコで戦ってらした時代って、まあ、僕がね大学1年成り立てのまあ花垂れ小僧の時だったんですよね。そんなねレジェンドとも呼べるお方たちがもうね
目の前で食べてるってだけでも大興奮です、まあ、よくねネットでは歴代大食いファイター誰が最強なのか論争みたいなのがあるんですけど、まあ、当然ね活躍した世代も違いますし、まあ、ルールや環境もね今と昔じゃ全然違いますんで、まあくまでも机上論で終わってたんですよね、まあ、それがひょっとしたら机上論じゃなくなる時代が来るのかもしれません、まあ、僕もねすぐね漫画とかソシャゲのキャラの最強ランキングとか開いちゃうぐらい最強論争とか大好きな脳みそ週刊少年ジャンプ男なんで今からワクワクが止まりません、まあまあよくばねその最強論争に加われればと思ったりもしますけど、まあねもう今はヤムチャですね、毎回実況解説と言いつつ半分ぐらいツッコミになってしまってます。さあそのツッコミじゃなかった実況解説に戻るんですけど、現在4分ちょっと経過、マックスさんがトップで4皿、後ろ20秒ぐらいの差でゾウさんとドラコさんが追う展開になっています、まあ、4分で 1.2kg、 みんなだいたい1皿1分ぐらいのペースですね。ステーキであることを考えると意味がわからないスピードです。まあ別にステーキじゃなくても意味わかんないスピードなんですけど、いやほんとね、ステーキって割とね、ラーメンとかと並んで大食いチャレンジのシンボルというか、まあ大食いチャレンジといえばこの食材みたいな感じで、まあ、ハードル低くてね、親しみやすい顔してるんですけど、もうめっちゃくちゃ難しい食材なんですよ。めちゃくちゃ難しいのに、まあ、ちょっとね、大食い自信ある人やってみひんかみたいな感じで、もう2キロぐらいのね、チャレンジがね、まあまあ全国の各地であるんですよね。まあ、その結果、パッと見重量だけ見たら少なく、なんかいけそうな気がする、このチュートリアルの皮をかぶったクロウト向けチャレンジに挑み、返り討ちの憂いが全国各地で報告されました。まあ、しかもね、ステーキって失敗料金高いからね、お腹はパンパンで弾切れそうになるのに、財布はガリッガリになるっていう。皆さん初見のチャレンジは絶対ラーメンとかカレーみたいな食べやすいやつにしましょう。で、なんでステーキが難しいかなんですけど、まあ、これはお察しの通りね、やっぱね、咀嚼とか演技力が必要な食材っていうのはね、ハードになる傾向があるんですよね。もうこれはね、全宇宙の食材共通で、揚げ物とか生野菜もかもそうです。まあ、こういった食材ね、ちょっとお腹が膨れると、カレーとかラーメンといった飲み物食材と比較し、肋骨にペースが落ちます。まあ、大食いチャレンジで真っ先に食べる必要があるのもこれが理由です。まあ、後に残したらね、もう腹パン状態で退治することになるんで、無限に時間が奪われるんですよね。こんな感じでステーキっても食材としては最高ランクに難しい食材なんで、まあ、10分とはいえどね、まあ、早いのは本当に最初の 1,2 分程度。全然そんなことなかったですね。なんやこの疾走感は。5分超えても全然ペース落ちる人いないっていう。いや、ほんとね、これおかしいんですよ。皆さん冷静に考えてみてください。300g のステーキが1分経ったら消えてるんですよ。まあ、こんなんね、普通の人から見たらね、怪奇現象でしょう。もう全員がね、レベル高すぎて気づかない異常事態が発生しております。さあここでマックスさんが7皿完食、ついに後続との差が2皿にまで広がりました。残り時間を考えるとね、ここからまくるのはなかなか骨がいりそうです。いやー、しかしマックスさん、こういうね、食べ方の技術がタイムに響いてくる食材、本当に強いですね。まあ、これはね、やはり経験の差が大きい気がします。まあ、その中でもおそらくネイタンズ、まあ、ニューヨークで行われる世界一の知名度を誇る、このホットドッグ大会に出場された経験が、本当にね、今のマックスさんを強くしている気がします。まあ、大会に向けてね、いかにホットドッグを早く食べるか、まあ、限界まで修行を重ねたことにより、もうね、一口あたりの食材の大きさ、その大きさにするまでの咀嚼などといった過程、そして、ね、飲み込むときに口に入れる水の量、もう全てがね、マックスさん自身の中で最適化されてるんですよね。食べる動作の連動が異常に高い、ハンターハンターのネテロ会長みたいです。まあ、普段はね、カレーとかラーメンといった比較的食べやすい食材での大食いチャレンジとか大食い対決が多く、食べ方よりも演技力勝負になるんであんまり目立たないんですけど、まあ、ちょっとね、成功法だと難しいイレギュラーな食材ではその差が本当に顕著に出ます。まあ、多分ね、今回同じ10分の短期決戦でも、まあ、カレーとかね、ラーメンなら、まあ、全然ね、展開変わってたと思うんですよ。逆にホットドッグでもやろうもんなら、まあ、マックスさんが今よりもぶっちぎっていた可能性は高いです。まあ、マックスさんね、短距離、中距離、長距離、すべてをこなせるオールラウンダー的なイメージを持たれている方も多いと思いますし、まあ、実際そうなんですけど、まあ、この方はね、全距離の適性が高い上に、食材に関してもオールラウンダーです。まあ、一応ね、
ねご本人パスタが大の苦手とおっしゃってるんですけど、まあ、そもそもねパスタという食材自体が凶悪すぎますし、さあそして9分経過、依然としてマックスさんが2皿リードして残り1分を切りました。後に続くのはゾウさんの7皿、その後ろを1皿差でドラコさんが追います。そしてね木下さんがね6皿でドラコさんに並んできましたね。さあここでゾウさんが 2400g で8皿を完食。残り約30秒、ここからマックス鈴木選手を超える展開はありえるのか。そしてドラコさんと丁寧木下さんも残り最後ラストスパートを勝負をかけてしのぎを削っております。さあこのルールでは最後抑え残った分まで重量にカウントされるんで、最後の1秒まで勝負がわからない展開、残り10秒となりました。勝負やいかに。9 8 7 6 5 4 3 2 1終了です。はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック結果発表。第5位 1800g キング山本選手。よっキング。第4位 2055g 丁寧木下選手。おいしょ。第3位2130g ドラコ選手。第2位2603g ゾウさんパクパク選手。そして第1位3020g マックス鈴木選手。よいしょ。お一人ずつちょっとコメントの方をいただいていきたいと思います。はい、じゃあまずキング山本選手からお願いします。はい、出し切りました。全てを出し切りました。僕は思ってたより食べづらかったです。はい、もうちょっといけるかなって思ったんですけど、もう出し切りました。はい、ありがとうございます。続いて丁寧木下選手お願いします。本当に難しい食材だったと思います。最後の方で食べ方がようやく分かってきてペースが上がってきたんですけど、その頃には終わっちゃいました。申し訳なかった。まだまだ修行不足です。皆さんの実力がすごすぎて、うん、教わることばっかりでまだまだ未熟者です。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてドラコ選手よろしくお願いします。レジェンドの丁寧木下さん、そしてキング山本さんっていうのは僕らの世代からすると憧れのレジェンドたちなので、今回こういう機会で戦えることができてすごく嬉しかったっていうのと、あと、まあ、マックスともまたこうやって戦えたし、だしこうゾウさんに関してはもう2年ぐらい前ですかね、同じ大会で同じ食材で1回ぶつかった時にお互いボコボコにされたんですよ。なんでまあなんかお互いにこう成長をこの2年間で感じられたのかなっていうのは、この10分間の中でこう成果があったので全力出し切れたので楽しめました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてゾウさんパクパク選手よろしくお願いします。そうですね、僕自身もこうやってまあ僕の学生、もう高校生の頃ですかねからもう見てた
とかメンバードラコさん、やっぱりテイネイさん、山本さん、そしてマックスさん、すごい憧れの人とこうやってなんか並ぶこと自体がちょっと不思議な感覚で、うん、なんていうか夢のようなすごいてかひとときでしたね。こうやってまたステーキとは違う、まあ、今回は早食いだったんで、次はなんていうか皆さんと大食いでちょっと勝負したいなと思いますので、ぜひその時は皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ最後マックス鈴木選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にまあ、ちょっと立場的に主催でもありこう選手でもっていう半分半分な目線ではあるんですけども、まあ、先ほどのインタビューでね、そのゾウさんだったりドラゴ君とかこういう場合戦えるのいいなって、言ってもらえたのが嬉しいなというのと、もう僕自身もう本当に見てた大食いファンから始まってるので、この、ね、お二方大食いのファンであればあるほど分かると思うんですが、もうこのお二方も間に入れるながら戦えるっていうのがすごいこう楽しかったし、なんかこうどっちかっていうともう競技ってよりもなんかもう夢見心地でやってた感じなんで、はい、あんまりこうスコア自体は僕はあんまりは気にしてないんですけれども、はい、なんか楽しかったなっていうすごい光栄でしたね。はい、いろんな世代の人たちが集まる戦いで、まさにドリームマッチという感じでした。私の世代からしてもすごい、見てる実物見るだけで感動するような人たちがいっぱいいて、なかなかない機会だと思うんで、すごい戦いでした。これにて大食いステーキ対決ドリームマッチ終了いたします。